アブドル・アル・ハズラット、あるいはアブドル・アル・ハザードは、およそ西暦700年頃に存在した奇人論者または妖術師である。伝説の円柱都市アイレムを見た。アラビア南部の砂漠にある無名都市の廃墟の地下で人類より古い種族の秘密の年代記を発見した、など信じがたい言動が多かったため、クルエル・アラブ人、アラビアのクルエル詩人と呼ばれることもある。ウマイヤ朝の時代にイエメンのサナアで活躍したとされ、ムスリムであったがイスラームやクルアーンの教えには関心を持っておらず、ヨグソトースやクトゥルフ等の旧支配者を信奉していた。その最後については諸説あるが、一般的には738年、ダマスクスの路上で白昼、囚人監視の中、見えない怪物に貪り食われたと伝えられているという。なお、子孫のアラン・ハッサードはアーカムデイリーニュースの記者として深き者どもや旧支配者絡みの事件にたびたび関わり、ワトスン役の友人フランクリンの手によって小説の形で公表されている。